カデラックは6月25日、ブランド初の EV のリリック、キャデラックライリックのショーカーを8月6日に初公開すると発表した。キャデラックは同社のティザーイメージを配信している。リリックはキャデラックの1世紀以上に及ぶ革新に基づいてブランドの新しい章の始まりを示す1台となる。リリックはオールエレクトリックモデルで、モビリティとコネクティビティの境界と限界を再定義するという。現在キャデラックはドライバーと車両の連携を重視しており、将来に向けて土台を築いている。新型エスカレードに搭載された自動車初の湾曲型 OLED ディスプレイや AKG スタジオリファレンスシステム、部分自動運転のスーパークルーズなどがその恒例となる。キャデラックリリックは GM の新しい EV プラットフォームを使用したブランド初の EV になる。 GM は完全に電動化されたモビリティ未来の創造に向けて、キャデラックが他ブランドに先行することを明らかにしている。キャデラックは2021年までに半年に1車種のペースで新型車を発表する計画だ。この計画に沿ってすでに新型XT ロックロスオーバーと新型エスカレードセダンの CT4、BMW 3シリーズ、アウディ、A4、メルセデスベンツ、C クラスに対抗や CT5、BMW 5シリーズ、アウディ、A6、メルセデスベンツ、E クラスに対抗が発表されてきた。この計画からデビューする最新モデルがブランド初の EV のリリックとなる。キャデラックリリックは EV クロスオーバー車になる。キャデラックによると、リリックはラグジュアリーとイノベーションの象徴であり、同時にキャデラックをモビリティの頂点へと導くモデルになるという。キャデラックリリックに初めて搭載される GM の次世代 EV プラットフォームは、柔軟性があると同時に設計や開発にかかる時間を短縮し、顧客の要望に迅速に対応することを可能にした。キャデラックリリックに続いて、シボレー、GMC、ビュイックの各ブランドのさまざまな車種に GM の次世代 EV プラットフォームは拡大展開される予定だ。 GM の新開発グローバル EV プラットフォームは、優れたデザイン、パフォーマンス、パッケージング、後続を追求している。手頃な価格のピックアップトラック、 SUV、クロスオーバー車、乗用車、商用車を開発するのに十分な柔軟性を備えているという。キャデラックリリックに続いて、このグローバル EV プラットフォームが採用されるのが、現在開発を進めている GMC ブランドのハマー EV だ。およそ10年ぶりの復活となるハマーは、 GMC ブランドの電動ピックアップトラックとして登場する予定。ハマー EV には最大出力 1000HP、 最大トルク 1590kgm というパワフルなモーターを搭載する。0から 96kmh 加速は3秒の性能を備えているという。この EV プラットフォームの最も優れた点は、 GM が世界中で展開するラインアップに搭載できるようデザインされたドライブユニットとバッテリーセルだ。方式は全輪駆動、後輪駆動、4WD の全てに対応できることに加え、車体や顧客のニーズに合わせてバッテリーの容量やレイアウトを調整できる。GMが新開発したアルティウムバッテリーは、大容量のポーチ型のセルをバッテリーパック内で垂直または水平に積み重ねることができるのが特徴だ。これによりエンジニアは車両の設計ごとにバッテリーの蓄電容量とレイアウトを最適化できる。アルティウムバッテリーの蓄電容量は50から200キロワットアワーになる。
アルティウムバッテリーを搭載するキャデラックリリックは DC 急速充電に対応する。その多くが 400V のバッテリーパックと最大出力 200kW の急速充電機能を備えている。 400V のバッテリーパックと出力 350kW の急速充電機能も用意される予定としている。